千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。と今回の質問ですが、歯周病の検査の費用はいくらかという質問にお答えしたいと思います。歯周病の検査の、費用金額ですが、3割負担でだいたい1200円ぐらいです。とそのためには歯周病の検査のみということは基本的にないので、レントゲン写真、大きなお写真がだいたい1200円ぐらい、3割負担でですね。で、その後歯石取りなどを行ったりとか、そこには再診料とか初診料が含まれます。だいたい初診料が3割負担で、560円ぐらいですね。なのでそういう概算で、ある程度の金額が出るかなと思います。また歯周病の、検査ですが、歯周病には保険でやるためにいろいろルールがあります。歯周病だけではないですが、なので例えば、疑問があるようでしたら、今日はどこまでやったんですかとか、今日は何をやるんですかなどの質問というのはとても大切かなと思います。当院でもかなりいろいろ患者さんに、今日は何をするんですか、このチクチクするのは何ですかなどと、質問を受けます。歯周ポケットを測ったりなどの検査があります。初診だとまだまだいろいろ問診があったり、うちでは握力だったり血圧だったりなどを測ったりして、しっかりと患者さんのこの今後の治療に生かせるようなこと、治療が終わった後の抗合力だったり、スタートする前の抗合力だったりを計測したりとかもする、します。なので、まず質問、疑問があるようでしたら、実際に、処置に入る前、また処置を終えた後に何をしたのか何をするのかを聞かれた方が良いのかなと思います。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。